のサンキューサンデー、今回はですね水が綺麗なんだって、だからおたまじゃくしとかも見れちゃうんだって、ということでいろんなこと聞いていきたいと思います。後ろ飛んでる、この鳥、自己紹介お願いします。お名前は？この鳥育むお米生産部会の大原と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今日はですね大原さんと一緒にお送りしようと思うんですけれども、この鳥育むお米っていうのはズバリ何ですか？簡単に言いますと、はい、農薬や化学肥料をできるだけ少なくして、はい、安全安心で、そして美味しいお米、はい、というふうに言えると思います。で、コウノトリを育てるためにそのような米を私たちは作っています。実はコウノトリの餌というのはここにいろいろ生き物がいますけど、はい、カエルとか、はい、土壌とか、はい、そういうものを食べるんですけども、はい、農薬とか化学肥料を使うといなくなっちゃうんです。コウノトリがね、いや、あの魚がいなくなっちゃう。あー、コウノトリが食べる餌となるこの人たち、この人たちって言ったらあれですけれども、そういなくなっちゃう、はい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 、私たちは農薬や化学肥料を使わないで生き物が田んぼにたくさん住むような米作りをしている、うん、はい、それでコウノトリを育てていこうと、こういうふうに思ってるんです。すごい久しぶりにこのなんて言うんだろう、自然に触れてる感じがします私。あ、このなんかなんだろう、オタマジャクシに足が生えてきたこのちょうどこのやつ見るのなかなかないから、なかなかないですよね、はい、はい、土壌、 あれ土壌、そう土壌、これ土壌、これ土壌なんですね、うんうんうん、生き物も見せてもらって、言ったら水が綺麗だったりとか農薬を使ってないお米という話 してもらったんですけど、はい、それって大変なんじゃないんですか？やっぱ雑草が生えるんですよね、うん、あの田んぼの中にね、はい、今ここは綺麗にしてますけど、これをしようと思ったら大変草を取ったりとか、はい、する努力が必要なんです、うんうん、それが一番大変なんです。この暑い時にね、はい、炎天下で田んぼの中に入って腰を曲げて草を取るって大変ですよ、はい、うん、ですよね。究極的にはやっぱりコウノトリの餌を田んぼに増やしたい、はい、コウノトリと人間とが一緒に生活できるような環境を作りたいっていうのが、うん、一番の思いとしてあるんでね。そういうことですね。だからそういう苦労も、まあ、耐えることができるんだと思います、うん、将来の夢というか目標みたいなのってありますか？日本一のね、無農薬の栽培の米作りをやりたいなと、そういう面積になる産地になりたいなというのが思いで、うん、で、この豊川田島発の安全、はい、安心で美味しいお米が全国にね、うん、はい、消費者の方に渡っていくような、うん、そんな仕組みができたら大変我々としては嬉しいなと思っております、うん、そうですよね、はい、大原さん日本一って言葉すごいですよね、はい、活躍期待しておりますので、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました、はい、どうも、ありがとうございました。